この店舗マーケティングに強いから、店舗マーケティングに強いっていうのはかなり最強ですよ。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。はい、今回はねホワイトニングカフェの佐藤さんが前の撮影でいらっしゃってたんで、はい、1本ですね、吉田和志さんね、この方はホワイトニングカフェの熊本と盛岡、はい、熊本が奥さんのご実家で、ご自身のご実家が盛岡で、あと癒しイップもやってるのかな。癒しイップを熊本、熊本でやってて、はい、この方はねなかなかすごいオーナーですよね。ツイッターの投稿から X のポストも僕もよく見てますけど、うん、まあ、フランチャイズについて極めて断蓄が深い投稿をされててですね、たまたまね昨日かな、もうフランチャイズ加盟で失敗しない人の特徴よく読んどいた方がいい。もう遅いかもしれないけどね。これからフランチャイズ加盟で失敗しない人の特徴1、金銭的に余裕があると。2、自責思考で行動している、多責任しないということね。3、本部に対して誠実である。4、改善に投資を惜しまないというふうにこう挙げてくれて、これやっぱり僕はねなるほどなと思います。で続いて、加盟すれば本部が成功させてくれるほどフランチャイズは甘くないし、本部が作っているビジネスモデルは完璧ではないというこの認識。 2,3 割の加盟店がうまくいってない本部ですら良い本部と言われることもあるのでね、なかなか厳しいよ。いかにそこに入らないように取り組めるかが大事と、これも僕もその通りで、最後もう一回強調して、フランチャイズは完璧ではないということなんですよ。だから基本的に自分で G の方がやらなきゃダメなんだよっていうことをね言ってるわけですよ。そこをもう投資も含めて、だからお金がなきゃやっぱり改善もできないっていう部分で、そこをこの辺の感覚すらやっぱり大きく違うと思うんだよね。やっぱり初期投資、それから運転資金だけ用意してればそれでうまくいくっていうもんじゃないんだよね。やっぱりそれでもやっぱこここうしなきゃいけない、こうしなきゃいけないっていうところで独自の宣伝、特にこの方はウェブマーケターだから、そこができるからねこういう形になるんだと思うんだけど、非常に重要だよね。竹村さんから見てもその4つが当てはまった方がいいってこと。そうだね、4つのうち2つかけたらかなりもうやばいだろうね。だからお金がない、ないときはない、ない人はないからね。だから1つは許そうっていう、お金もなくて多責思考だったら 100% ダメじゃん。だからその辺だよね、まあ、4つのうちできれば3つ揃っていればそういう感じかなと思うんだよね。でこれ読んでね、僕は割とする例えなんですけど、フランチャイズってプラモデルみたいなもんでっていう例えを僕するよね。それはフランチャイズには難易度があるよって時にこの例えを使ってるわけですよ。6歳以上とか12歳以上とかで、12歳以上のやつを6歳の人が買っちゃったらできませんよと。フランチャイズは優しいフランチャイズとか難しいフランチャイズがあるよというフランチャイズの例えっていうのをために使うんだけど、これやっぱりねちょっと勘違いさす部分もあるんだよね。この吉田さんのポストからするとね、基本的には組み立てるんだけど、プラモデルだったらじゃあ10歳の人が8歳までできますよっていうフランチャイズを買えば、プラモデルを買えば完璧にできるっていうもんじゃないですよって言ってる。なんかが足んなかったり組み立て図がおかしかったりする、そこ完璧じゃないって言ってるんだよね。だからここはねその認識を持ってもらった方がいいですね。だから絶対的な正解がねないんですよ。そこが分かってない方が非常に多いと思うんだよね。やっぱり一生懸命加盟前にいろんなことを調査すれば正解があるかっていうと、これはないんですよ。そうだと思ってもあれっていうことは起こるんだよね。でもこの辺はどっちかって言えば世の中っていうのはそういうものの方が多いわけでしょ。例えば結婚ね、あれだって絶対的な正解はないでしょ。まあ僕は割と結婚生活はちゃんとしてる方だと、この界隈からさ、ちょっとこの界隈って言うと、これは、まあ、佐藤さんです。ここはまともなさじゃあ林さん界隈からする。でも僕は極めて、なんつうか言い方が難しいね極めて結婚生活はちゃんとしてると思うんですけど、はい、じゃあこれねもう一回やれと言われたら全然自信ないからね。だからたまたまなんで、僕も一回失敗してるし、そういうもんなんで、だから絶対的な正解はないってなると、でやっぱりその中でもうまくいかせるには自分の方でどうしていかなきゃいけないかっていうことがあるわけ、そういうふうに考えてほしいんだよね。だからね、だからその大体結婚だって先進国だったらもうやめて 50% に近く離婚するわけですよ。日本だってもう3分の1って言われたとかもっと上がってるよね。だからそのぐらいやっぱり難しいんですよ。でそれはちゃんとやったらいろんなことを考えて、私は参考だとか言ってなってたんだから、それで選べばうまくいくからいかないんだから、それと同じようにやっぱりフランチャイズもね、この絶対的な正解はないっていうね、そういう完璧じゃないものを自分がいろいろやってうまくいかせる、まあ、そういう気持ちで入っていただきたいっていうふうにということで、吉田さんね一回ぜひフランチャイズチャンネルに出てほしいですね、はいはい、この店舗マーケティングに強いから、店舗マーケティングに強いっていうのはかなり最強ですよ。うちのオーナーさんの広告運用とかも何人か吉田さんに依頼されてます。ああなるほどね、すごく実際に G になってやってる、うん、G の気持ちも分かるんで、うん、まあ、そこが非常にすごい方だと思うんで、ぜひ一回出ていただきたいと思います、はい、FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。
これから FC 本部を作りたい人、今 FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで、